こんにちは、軸のでございます今回で4,630万円の話題は終わりにしようと思いますけども最後はですねあの実際に私のところに4,630万円が振り込まれたらどうするかということでお答えしていこうかと思いますご質問いただいた方数名の方ありがとうございますいや私のところにね4,630万円振り込まれていたら今の状態だったらどうすると思いますおそらくすぐピンとくるんですよ間違えて入金されてるなと だからその瞬間カメラ回しますねで4630万円があ私の住んでるね例えば広島県から誤送金されてましたこれをレポートしようと思いますそれではまず広島県に電話してこういう事実があったことを伝えてみようかと思いますつって電話しますよねで色々やり取りする中でああそれは間違いなんで返還をお願いできますかっていうふうになると思うんですよで分かりましたこれはもちろん、あのー、落とし主に返還します私も幼い頃 1> 1万円札を拾っったたことがあって、交番に届けたんですよ。なんかすごくいい気持ちですその頃のことを思い出していやーお返しできるの本当に光栄だと思いますじゃあお返しに上がりますのでどのようにすればいいですかあちなみに昔1万円を拾った時にそのうちのね一パー 10%1000 円をお礼にもらったことがあるんですけども今回も1割もらえるんでしょうかこれだから落とし物みたいな感覚ですよねでそれを届けたわけですから落とし主が現れたら お礼に1割とかもらえるみたいなことを子供の頃覚えたんですけども、どうなんでしょうかみたいなことで YouTube 放送しますね。そういうことを繰り返しながら、最終的にお金を返すところまでを、まあ、全5回とか10回とかで放送していって、最後は例えば県知事の方にね、これで返すのかわかりませんけども、お返しするところまでを YouTuber として放送しようかと思います。はい。ここでね、一つ教訓があるんですよ。普段自分がどんな情報を持っているか、どんな習慣を持っているかによって、 こういった誤送金などのトラブルに出会った時の対処法が大きく違うってことです。もうお気づきでしょう。私は何でも YouTube にします。だから今回みたいなトラブルに出会っても多分返すことを前提に YouTube 放送して自分には横領するつもりがありませんよっていうのを公にするのと同時にですね、エンターテインメントとして誠実に返すところを放送し続けると思うんですよ。これは普段の私の行動と変わりません。でも YouTube というものの放送を、うん。 前提に生きてない方はどうですかねまさか YouTube でこんなこと放送するなんて思わないし、そもそも YouTube の放送のノウハウがないですから、多分そういう行動とか発想にならないと思うんですよ。そうなると、多分ごく常識的な対応に絞られると思います。例えば、こうしちゃうとかね、言われるまで,るまで黙ってるとか、それから怖いんですぐに警察とかに届ける、周りの人に相談するみたいな感じです。ですんで、これからの新しい常識っていうのは、 まあなんていうのかな。もう証拠を残すってことですよね。映像放送で。で、こんなことがあったんだけど、私はそんな気持ちはありませんってことで、まずは自分が潔白であることを証明する。ていうことで、ログを残しておくってことをしながら、それをエンターテインメントにして、せっかく返すお金だったら、それをアクセスにしようかな。エンターテインメントにしようかな。一つの教訓として後に残そうかなとかね。えそして、行政職員の方、このお金ね、こんなお金で人の心がすぐに変わっちゃうんですよ。 慎重に作業してください。一体どうなってるんですかっていうふうに YouTube の中で起こると思いますね。何度も言いますけども人間ってのは100万とか500万とかね、1000万ってお金で人生変えちゃうんですよ。全然変わっちゃうんですよ。それこそ平常心を持っている方もなんかくっついてますね。平常心を失っちゃうんですよね。だってね、自分で思い余って早まった行動をする人って 借金額二百万三百万っていうところが一番多いんですよ。二百万三百万っていう借金を抱えて。中小企業の経営者とかが。ね、飛び降りちゃうみたいなことっていうのは、今まで山ほどあったわけですよ。ましてや今回。四千六百三十万でしょこんなお金を間違えちゃいけないし、どうやったら間違うんですか。これがね、行政職員みたいな甘い仕事だからいいですけども。私たちみたいな中小企業は、この誤送金をした瞬間に。 終わりですよ。それこそ社員もろとも路頭に迷う会社の倒産取引先からの信用を失って顧客からもなんだと思われちゃうめちゃくちゃになりますよそれこそねテレビで話題になって誤送金を受け取っった人に責任をわわせせてて終わりりことはありません。誤送金をした方に全ての責任が弁済義務が生じて終わりですもしくはですね誤送金をコインしたんじゃないかなっていうところまで疑われて大変なことになりますよ それこそ社内での信頼関係は崩壊してまあ多くの人の人生を壊すでしょうね今回はひどい言い方になりますけどもたった一人の人が罪を負っただけであとはみんな口を拭って知らんぷりよかったじゃないですかこんなことよりも予備費の11兆円その辺を明らかにしてほしいですねえそれでは今回は4630万円以上で私からお伝えすることはもうこれで終わりかなと思いますまあ気が向いたらまたやると思いますけどももういいでしょう あの、24歳の方あなたの気持ちは分かりますどんな人でもとは言いませんけども私でも同じように、多分心は平常心でいいいられないと思います。私はたまたまね今資産があって YouTuber という活動をしてますんで別の発想になりますけどもお金もないし YouTube もしてなかったら多分この方と同じ方法いやもっとえげつない方法を取ったかもしれませんねそれが私の正直な気持ちですだから情報とか習慣によって人の判断や正義感は変わるってことなんですよ まあ、衣食足りて礼節を知ると言いますけども、飲む、食う、寝るに困ってなければ、それは誰でも正義を語れるんですよ。でも、今日明日を生きる金がない、そう思ってる人に正義を求められますか自分が生き残ることが全てに優先される生存本能、いわゆる正義になるんじゃないかなと思いまして、今回の動画は終了します。じゃあ、関係おじさんもありがとうございました。